県内で最も多い1624人が受験する福島大学では、強風のため東北本線が遅れた影響で、試験開始時間を30分遅らせて始まりました。会場ではマスクの着用や座席の間隔を空けるなど、感染症対策を徹底して試験が行われています。また濃厚接触者になった受験者がいた場合、PCR 検査が陰性で無症状などの条件を満たせば別室で受験ができるということです。大学入試センターによりますと、今年県内で大学入学共通テストを受ける志願者の数は6242人で、去年より213人少なくなっています。試験は今日と明日の2日間行われます。